ガブリエル・タルキー2のアルファロメオ155、スラックストーンで、1994年のオートトレーダーラック、イギリスツーリングカー選手権は、イギリスツーリングカー選手権の37年目のシーズン。1994年シーズンに向けて、マニファクチャラーの統合と変更があった。現チャンピオンの BMW は、ヨアヒム・ビンケルホックとスティーブ・ソッパーのラインナップを維持し、 シュニッツァーモータースポーツがワークスチームを運営する。しかし、ソパーは JTCC に出場するためにいくつかのレースを欠場する。代役としてロベルトラバーリアがシートを引き継ぐ。フォードはポール・ラディッシュとアンディ・ローズによる昨年の成功をもとにチームの構築を試みたが、トヨタはミル・ホイとジュリアン・ベイリーのラインナップにティム・サグデンを加え、 三大体制で参戦しようとしていた。ボックスホールは、ジョン・クレランドとジェフ・アラムを維持し、ワークスチームの運営を、以前はエキュリエ・コッセとして、セミワークスの活動をしていたレーマ・ロック・リミテッドに、委ねた。ルノーも、アラン・メニュとティム・ハーベーを維持したが、車両は、ルノー19から、新型のラックナに置き換えた。キース・オードールは日産に留まったが、ウィンパーシーの後任には、 元会一ドライバーのエリック・バンデポールが加わった。パトリック・ワッツはマツダからプジョーに移りロブ・グラベットの公認となった。マツダはマット・ニールとデイビッド・レズリーの2大体制に拡大した。2つの新しいマニファクチャラーが選手権に参加した。トム・オーキン賞はスウェーデンのボルボとカムバックした。使用車両は意外にも850のエステートバージョンを選択した。 1988年のルーマン24時間レース、優勝者のヤン・ラマースとスウェーデンの F3、レーサー・アリーカルド・リデルの2人が起用される。もう一つは、アルファ・ロメオであった。ワークスチームのアルファ・コルセは、ガブリエル・タルキーニとジャンピエロ・シモーニを起用した。アルファは、リアウィングとスポイラーを装着した155の独自の、ホモロゲーション特別バージョンを製造し、空力を大幅に改善した。 155はスーパーツーリングレースに革命を起こした。規則では、ウィングは限られた数のロードカーに取り付けられていれば、使用できるとされていた。これが原因で、プジョー、フォード、トヨタの車は、過去数年間、リアスポイラーのみで走っていた。アルファは、エアロアドバンテージを得るためだけに、シルバーストーンと呼ばれる155の特別版を、販売することでルールを利用した。 シーズンが始まると、ガブリエル・タルキーニが開幕戦から5連勝し、アルファ・ロメオは他チームよりも大幅に有利であることを示した。いくつかの苦情や抗議が他のメーカーから提出され、オールトンパークの直前にアルファは空力装備を取り外すように言われた。アルファはこれを拒否、抗議として欠場し、アラン・メニューがルノーのシーズン初勝利を収めることができた。 最終的に問題は解決され、アルファはスポイラーを下げて走ることに同意して復帰したが、オールトンパークでのポイントを得られなかった。しかし、スポイラーを低くしてもタルキーニのアドバンテージはほとんど維持された。シルバーストーンでの第12ラウンドでは他メーカーもルールの変更を利用して、空力補助装備を追加した。これにより、各社の差はかなり平準化された。タルキーには、その後、 シルバーストーンでの一勝しか優勝できなかったが、常に優勝争いには加わった。イタリア人がチャンピオンになることはそれほど問題ではなかった。タルキーにはシルバーストーンの第一レースで2位に入り、タイトルを確定した。最終ラウンドドニントンパークでの主な焦点は、ランキング2位争いで、アラン・メニュートポール・ラディシッチの間の争いであった。ラディシッチはその日の最初のレースで勝利し、 メニューよりもポイントを獲得したが、第2レースでは機械的なトラブルが正直9位に終わった。これでメニューがランキング2位となり、3位がラディシッシュ・ジョンクレランドが4位、シモウニが5位となった。前線がイングランドで開催された。ありがとうございます。